重量級優勝の山本選手です。よろしくお願いします。今日の大会を振り返ってお願いいたします。まあ、優勝できたことはすごく嬉しいです。はい、あれ、では何かご質問がありましたら、ね、よろしくお願いします。全体的にすごい調子が良さそうに見えたのですけど、はい、自分の一番良かった勝因というか良かったこの2日間は何ですか。今回はそうですね、多分今までで多分一番練習してきて、で春休みが大学生なんで春休みが2ヶ月ぐらいあって、その全関東前にも、もうほぼ毎日のように練習して、それで全関東で優勝して、その後もゴールデンウィークとかも遊ばないで毎日練習して、その練習が結果につながったなと思います。特にその強化してきた大会に向けて何か作ってきたものとかありますか。やっぱり自分の体重が多分一番小さいと思うので、でやっぱ大きい選手ばかりなので、足を使ってそうですね、止まらずに動き続けるっていうのをテーマに練習してきました。今日の時点で何キロぐらい？多分81とか2とかだと思います。マイナスで出ていいみたいです。僕はでも下の階級を選ぶという選択肢は最初出ようかなと思ったんですけど、やっぱり自分のやりやすい相手が大きい方が自分やりやすいので、それで重量級を選びました。まあ、結構厳しい相手との試合が続いたと思うんですけども、はい、自分の中では厳しかった試合とか印象に残っている試合というのはやっぱり入木健吾選手との準々決勝はやっぱりきつかったですね。他の試合と比べてどういうところが？やっぱパワーが他の選手と全然違くて、パンチも下段回し蹴りも全部強かったです。ここを乗り越えられた要因というのは何ですか？やっぱり一回全関東大会で一回決勝戦でやってるんですけど、その時に顔面オーダーでギリギリ勝ったっていう風になってて、それでまだちゃんと勝負がついてないというかだったので、ここで勝たないとダメだなと思ってすごい緊張したんですけど、なんとか勝ちました。その後の準決勝、決勝っていうのはそれぞれどうだったんでしょうか。準決勝も永田選手と他流派の選手なんですけど、やってやっぱり絶対ここは勝たないといけないなというふうに思って、でもう自分には何も失うものはないので、もうとにかくやってやろうという気持ちで行きました。で決勝戦島本裕二選手とやって、そうですね、やっぱりそれでも何も自分は何もないので、挑戦者のつもりで行こうと思って全力で当たっていきました。なんかユージ選手はさっき途中で腰が痛めたということだったんですけど、そういうなんか異変というかそういうのを感じましたか？いや、全然会場とかでもあんまりあったりとかしてなかったので、で決勝戦でいつも下段回しが受けるので、それでうまく入って、そこからもうそこを集中的に狙って失うものがなくて今回戦って、これですごくこうある意味守るものができたというか、防御さというのを守っていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、そういう気持ちはまだ勝ったばっかりですけど、はい、今どういう気持ちですか？その優勝した寸前直後は全然実感なかったんですけど、だいぶ実感が湧いてきたので、これからもっともっと練習して強くなっていきたいと思います。ここは何かございますか？大丈夫ですか？では、こちらでお願いします。山本選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。